新国立劇場バレエ団は、新国立劇場を専属劇場とする日本のバレエ団である。1997年、新国立劇場の会場と同時に発足した。新国立劇場は、オペラ、バレエ、ダンス、演劇等の現代舞台芸術のための劇場として、1997年10月に開場した。 同劇場の開設に向けては1970年代から準備が進められていたが、1992年に建設工事が開始され、翌1993年には運営を担う財団法人第二国立劇場運営財団が設立された。1993年、舞踊部門の初代芸術監督に島田博が就任した。1996年には、 翌年の会場に向け、バレエダンサーのオーディションが行われた。欧米の国立オペラハウスでは、劇場専属のバレエ団を備えているのが一般的であるが、新国立劇場では、そのような仕組みは望めなかったため、オーディション制によるダンサーの出演契約雇用という形態が取られることになった。10月に行われたオーディションを通過したダンサーは、翌1997年4月からレッスンに、 参加した。同年7月からは、ロシアのマリーンスキー劇場から指導者を招き、会場記念公演に向けたリハーサルを行った。1997年10月10日、新国立劇場が開場した。新国立劇場バレエ団は、同月24日から29日にかけて、会場記念公演として、マリーンスキー劇場版、眠れる森の美女を上演した。 主役のオーロラ姫とデジレ王子を演じたのは、森下陽子と、清水哲太郎、吉田徒とと、熊川哲也、酒井花と、小島直也、ディアナビシニョワと、小島直也の4組であった。会場記念のバレエ公演は、全3作品であり、眠れる森の美女のほか、1997年12月には、マリーンスキー劇場版の、くるみ割り人形が、 翌1998年2月には、平家物語を題材とした、石井淳による創作バレエ、盆庄の声、平家物語よりが上演された。新国立劇場は、オペラ、舞踊、演劇の3部門4ジャンルの公演を行っており、各部門の芸術面での最高責任者として、芸術監督を設置している。舞踊部門の歴代芸術監督は次の通りである。 初代芸術監督である島田博士はバレエ団の基本方針として、まずは古典バレエの上演を中心に行い、その後徐々に演目の幅を広げていくことを掲げた。これはオーディションで集められた様々なダンサーたちのスタイルを古典作品の上演を通じて統一していくことを目指したためである。このため、島田の在任中は開幕公演の眠れる森の美女をはじめ、 ロシア版の古典作品を中心に上演が行われた。島田の後を継いだ、牧あさみは、アシュトン、バランシン、プティ、ドゥアトといった20世紀の著名な振付家の作品の、他、牧自身による改訂演出作品も上演し、レパートリーを拡大した。また、牧の在任中の2001年には、公述する新国立劇場バレエ研修所が開設された。 三代目芸術監督となったイギリスの振付やデビッド・ヴィントレイはバーミンガムロイヤルバレエ団の芸術監督を兼務しながら自身の振付作品をはじめとする現代作品にレパートリーを広げた。続く大原栄子は古典を中心とした作品選定に路線を変更したがホフマン物語、不思議の国のアリスといった 現代の振付家による全幕作品の上演にも取り組んだ。新国立劇場バレエ団のダンサーは、劇場との契約形態によって、シーズン契約ダンサーと登録ダンサーに分けられる。シーズン契約ダンサーは、原則として、新国立劇場が主催するすべてのバレエ公演に出演する。登録ダンサーは、全演目には出演せず、 劇場から要請があった場合のみ出演することとなっている。2020年3月31日時点でシーズン契約ダンサーは70名、登録ダンサーは14名である。シーズン契約ダンサーの階級はプリンシパル、プリンシパルキャラクターアーティスト、ファーストソリスト、ソリスト、ファーストアーティスト、アーティストである。これまでに上演された主な作品は以下の通りである。 1997年、1998年、1999年、2000年、2001年2 0 0 2年2 0 0 3年2 0 0 4年2 0 0 5年2 0 0 6年2 0 0 7年2 0 0 8年2 0 0 9年2 0 1 0年2 0 1 1年2 0 1 2年2 0 1 3年2 0 1 4年2 0 1 5年2 0 1 8年2 0 2 0年2 0 0 1年4月。 プロのバレエダンサーを育成するための研修機関として、新国立劇場にバレエ研修所が開設された所長は、開設時より、牧き美さみが務めている。研修生は、17歳以上19歳以下のバレエダンサーを目指す男女が対象であり、毎年オーディションで6名程度が選ばれる。研修期間は2年間で、研修内容は、クラシックバレエのレッスンのほか、 キャラクターダンスやコンテンポラリーダンスといった様々なジャンルのダンスレッスンやダンサーとして必要な知識の講義など多岐にわたる。また、研修所の発表会や新国立劇場バレエ団公演への参加等により実際の舞台で経験を積む機会も設けられている。2009年4月からは研修生より低年齢のダンサー志望者を対象に余科生の制度が設置された。 余科生の研修期間も2年間であり、研修内容は研修生に準ずる。研修終了後、新国立劇場バレエ団への入団を希望する場合は、別途入団オーディションを受ける必要がある。ありがとうございます。